ニアサイド頭で合わせるシュートを蹴ってきました。センターしました鳥取。右足のクロスボールヘディングシュート決まった。左足のコーナーキックヘディングシュート決まった。バンド仕掛けるかわすかわした。さあ石川折り返しシュート決まった。要求は大久保原田右が空きます。安藤切り込んで大久保こぼれてきた。清永フライのボール走らせる。さあ大久保ボックス内シュートか。清永決まった。決めました。さあ曲がってきたボールヘディングシュート石川決まるか。決まりました。正面つながるかわした。クロス高いクロスが上がっていく。キーパー佐藤が触る中ネットがいっているので、まあ、パスミスが起こるのでしょうか。田口谷そして次のニア大久保こぼれた。秋山決まった。秋山入って投げて後ろからシュートだー決まった。決めました。2点目。次がミランダ足元入れる後ろから左足キーパー止める。その後シュート。一度カットしましたがセカンドボール拾ってトットにシュートが打てるかというところうまくペナの中に入ってきましたが受け出して中へつなぐこの位置エリアの中チャンスになる。シュート決まった。石川大地ここも石川が持つ左のサイドフリーになっている。この位置でフリーで受けて左足決まった。つないで裏に抜け出す。ここも左サイドマイナスのクロスボールをキープ。3点目だ。右サイドへエリアの中には2人入っている。ふわっと入れ込んでくるシュートチャンスを作る。先制は鳥取。壁に当たる。もう一度小沢大志ブランドンか。これはど真ん中蹴り込んでいきました。次か石川行った。ファーサイド決まった。次から縦に流し込んだ。さあチャンス長島折り返しシュートを打った田口。きっちり沈めました。ここは抜ければチャンスでした。石川もう一回まだある。引き連れて石川クロス上げるか。上げた。シュートになった。決まる。もう手前で石川が溜めて、さあ鈴木が上がってきてシュート。ここもパスカット藤原中央。ここフリー荒井大輝出る。さあ田口がシュート。ヒール荒井大輝中央。石川得点力のある右足を振ってくる。さあここ鳥取チャンスになる中にかなとシュート打ってきた。ゴール。しかし石川が奪い返す。石川から左魚里中には田口のゴール前決まった。25番の久住が倒れていますがチャンスになっている鳥取。鈴木の折り返し次のヘディング瀬戸のヘディングそして折り返し。中を見るが後ろへ戻してセセワンタッチ。さあどうだフィニッシュまでいけるかな。シュートを打っていくがどうだ決めた。周
りをちらっと見ますが、瀬瀬、そして田口、田口が打っていく、どうだ、決まった、ボールを拾っていって鳥取、中にカニ、決まった。サポーターの気持ちも温かいな、そう感じたシーズンだったと田口を振り返ります。決めました、左隅、田口が飛ぶその向こう側、ヘディングシュート、田口も待ってます、田口の頭の上、ヘディング、決まった。